皆さん、ここが私どもの襲われた場所です。地面に何かあるの？これは足跡。非常に深い足跡です。森へ向かったようです。足跡が深いのは重い貨物を持っていたからでしょう。早く追おう。人数で何ができると言うんだ。寝言は寝てから言え。何を自信満々に。そんなことは。なんて奴らだ。何か間違ったことを言ってるか。じゃあ聞くが、お前は他国から来た商人だよな。万国商会、稲妻の地にみすぼらしく寄生する害虫どもめ。お前らが今まで誰かに助けられ、一度でも守られたことなんてあったか。自分の立場もよく分かってないようだな。この稲妻ではお前たちみたいな無力な商人が駆られるのは当たり前だろ。おのれ。おい、よそ者、一つ交渉と行こうじゃないか。交渉？モラを払ってこれらの布地を買うってのはどうだ。血まみれでここを去るよりはマシだろ。いい加減にしろ。私は諦めるしかないのか。お待ちください、クリスさん。モラを渡す必要はございません。しかし私たちの約束を覚えていますか。あなたはこの剣を他言しない。私はあなたのためにこの剣を解決すると。はい、そうでした。ではあなたは安全な場所へ避難し、自分の身を守ってください。ここからは私が約束を果たす番です。今回は大物が釣れたようだ。これでどうだ。失礼。やはりダメだ。ございません。やるべきことをやったまでです。神里様、旅人さん、お怪我はありませんか。大丈夫です、心配なさらず。あの浪人たちは逃げていきました。貨物に構う余裕もなかったようです。盗まれたものは全てここにありますよ。ありがとうございます、ありがとうございます。中身が無事かご確認を。やとは。はい、間違いありません。すべて無事です。よかった。早く絹を買おうぜ。絹を。まさか皆さん、こちらの品が必要だったのですか。はい、おっしゃる通り
間違いございません。誤解するなよ。そのために手伝ったわけじゃないからな。たとえお前が落としたのが人参でもキャベツでも、オイラたちは手助けしたぞ。逆にオイラたちは運がいいって思ってるくらいだ。もう少し遅れてたらキノは買えなかったかもしれないからな。皆さん、本当に何とお礼を申せばいいのか。皆さん、キヌが必要なんですよね。今すぐ一巻き用意します。ありがとうございます。いくらでしょうか。あなたは私の恩人です。モラは取りません。差し上げます。いえ、定められた額をしっかりとお支払いします。商売に苦労はつきものです。パイモンさんが言ったように、私があなたを助けたのは利用するためではございません。この絹は通常の価格で私に販売してください。気を使うことはございません。本日この森では何も起きませんでした。そうでしょ。皆さん、感謝の言葉もありません。本当にありがとうございます。このご恩は決して忘れません。私はこれから荷物を紹介へ運ばなくてはなりません。お先に失礼します。今後何か必要があればこの万国紹介のクリスに何なりとお申し付けください。はい、絹をお売りいただきありがとうございました。クリスさん、じゃあな。もう奪われないように気をつけろよ。旅人さん、お手伝いありがとうございました。でもあの浪人たち、お前を知らなかったみたいだな。あいつら上里家のお嬢様に会えるような身分じゃなかったってことか。そうかもしれません。私にとっては良いことです。本日の出来事を多くの人に知られるわけにはいきませんので。お前みたいな大物がクリスを助けるなんて人が良すぎるぞ。そんなに褒めないでください。私はただ誰にでもできることをしたまでです。私の立場上、彼の手助けをするのは確かにあまり適切ではないのかもしれません。しかし今回のことは身分や階級などとは関係なく、私自身の意思で困っている一般人の方を助けたまでのこと。なぜなら私は心の奥底では、民が困難に遭う世の中を正しいとは思っていませんので。あ、申し訳ございません。このような無駄話を。小倉屋へ戻りましょう。苦労して手に入れた絹を店主に渡さなければ。ああ、そうだな。紹介に在庫はありました？はい、手に入れました。これを。よかったです。絹以外の材料は店にあったはずだから、材料の確認をしてきます。すぐ終わりますので皆さんはここで少々お待ちを。絶対あるよな。もうこれ以上足りないものがなければいいのですが。そういえば旅人さん、実はかねてよりあなたにも新しいお着物を用意したいと思っていたのです。しかし
あなたが稲妻の服装になれることができるかどうか。え、そうですか。そうでしたか。やはり優秀な旅人さんは自分なりの規則と服へのこだわりをお持ちなのですね。外にいる以上仕方がないこともあるんだ。でもオイラは稲妻の着物を試してみたいぞ。なんだよ、作ろうと思えば作れるだろう。あなた方の掛け合いは本当にお可愛いですね。私はただパイモンさんが欲しいというのなら他の方に頼んで服を作れると言いたかっただけです。そうですか、わかりました。旅人さんの言う通りにしましょう。そういえば他の国の方は普段どのような服を着ているのでしょう。そうそう、それぞれの国で違った特徴があるんだ。優雅、高貴、カジュアル、みんな違うけど自分たちの特徴にぴったりだな。着付けは非常に高度な学問なのですね。私もまだまだ勉強が必要です。自身の気質を引き立たせ体との一体感をもたらす、とても素晴らしいことです。ですのでおめかしは嫌いではございません。わかるぞ、確かにそうだよな。パイモンさんはとても可愛いのでどんな服装もお似合いだと思いますよ。褒められたぞ。お待たせしました、確認が終わりました。お疲れ様です。何か足りないものはございましたか。いいえ、材料は全て揃いました。大きさは裁断図の通りになさいますか。はい、わかりました、すぐに手配します。価格はこれで。はい、ではこちらを。もし可能でしたらなるべくお早めにお願いできますでしょうか。近頃はちょうど他に急ぎの注文がなかったので今すぐ制作に取り掛かれます。ただ衣服の制作には時間がかかりますので、しばらく経ってからここへ受け取りに来てください。それまでどこかでご休憩なされてはどうでしょう。オイラもちょうどそう思ってたところだ。他のところに行ってみようぜ。はい、それでしたら良い考えがございます。この後は旅人さんとパイモンさんを連れてお食事に行きたいのですが、いかがでしょう。おー、場所はきちんと厳選してあります。君の料亭です。高級すぎてかしこまってしまう料亭より親しみやすい君の料亭の方が本日の旅程に合うと考えました。では早速向かいましょう。おお、今からもう待ちきれないぜ。